後でまた一言お願いします。続いて三上千恵さんにお願いします。三上さんも、三上さん千恵さんについても皆さんよくご存知でですね、沖縄の南西シフトミサイル要塞化っていうのは沖縄の記者の中でも先駆けて、全国で先駆けてこの問題を訴え続けているジャーナリストであり映画監督です。それでは三上さんは三上さんも与那国でこの訓練を、演習をですね取材してまして、そういった報告になろうかと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、三上千恵です。よろしくお願いします。映像報告で25分ということで、すごい急がないとこの後のあれもあるのでなんですが、11月16、17にですね、与那国島にさっきも案内があったヒトロック式機動戦闘車という、公道を走れる戦車が来るというので、それの撮影と取材に行ってきました。でもそれを撮るだけではあれなので、これから紹介する15分の映像のですね、これを知っておかないとということだけ説明してすぐに映像に入りたいと思います。というのは、与那国はですね、もちろん最西端の島 でそれで一番最初に、自衛隊の部隊が入り込んできた、それから宮古、石垣という順番ですね、奄美は今置いておきましたけど、でそれで与那国になんでこの戦車が一番最初に走るのか、この機動式戦車はですね、今200台ぐらいもう準備されていて、主に南西諸島と私たちの住んでいるこの島々での戦闘を想定しています。その記念すべき第1台目が走ったのが、先月の17日ということなんですね。でもそのなんで与那国は住民投票とかやってたけど、引き受けることになっちゃったんだっけなっていうことですけど、私もずっと琉球朝日放送でこれを報道していた時のことを思い出しますが、2005年ぐらいに平成の大合併があちこちで進んだ時にですね、与那国島だけは竹富町とも石垣市とも合併をしないと。でその時にですね、話は2004年ぐらいにちょっと遡るんですが、2004年に与那国は自立に向けて島一丸となって動き出したんですよ。でその時にですね、吉本副知事、与那国出身、覚えてますでしょうか。与那国の方々が自立に向けて吉本副知事に、中央とのつながりもある吉本さんに相談をしに行ったんですよね。でその時に吉本さんが本気で紅白揃えられるかっていう話をしたそうなんです。つまり革新も保守も島一丸となってできるんだったら本気になってやるぞということから、与那国自立ビジョンという、台湾との交流を基本にして与那国が経済的にも、国際交流特区とか、国境交流特区とかいろんな名前でですね、特区申請をしていくんですね。でそれで独自の経済圏として、国にも頼らず、沖縄本島にも頼らずやっていくんだっていう、とてもですね骨太の方針で走り出した。だから私はこの島にですね、不安を持ったのは2007年ですね。ケビン・メアさんが、沖縄の人は怠惰でゴーヤも栽培できないといった外国人ですよね。ケビン・メアさんがですね、与那国の軍事的な利用を口に出し始めて、2007年にアメリカの損害艇を2機与那国に入れます。でその時にやっぱりここはアメリカが使おうとしているんだっていうことで、暗雲が急に立ち込めていって、でそれで、その経済特区構想がですね、それと入れ替わるように潰されていく。でその前提がわからないと、今なんで与那国が反対する人たちの数がものすごく少なくなって声が出せなくなっているのか、でこのようにして離島っていうのがね、国に飲み込まれていくんだっていうことが分かった上で、その最終段階として来たこの戦闘車だっていうことが理解されないとですね、この映像を見てもあんまり面白くないかなと思います。で、反対っていうふうに言ってくださる人の数が非常に少なくて、で磯場の会という自衛隊配備に反対するためにできた三愛磯場、伝説の女酋長の三愛磯場のですね、名前を冠した女性が中心になって平和を求める会が、もう本当に活動が下火になってしまって、でこういうインタビューにも答えたくないって言っているところを無理無理お願いして、加納さんという方にも出ていただきましたし、でその経済トップの中心人物だった田里千代さんがたくさんお話ししてくださってます。でそれから猪俣さんという与那国に18年住んで
でものすごく今気持ち的にも傷んでるけれども、協力してくださったこの3人の方のお話も聞きながらですね、その模様を見ていただきたいと思います。15分です。よろしくお願いします。与那国にそんな戦車を持ってくる、米軍が来るだけでも許せないのに戦車を走らせるなんてってすごい許せないですね。解散したわけでもなく活動してるわけでもない、止められると思って頑張ったけれど、それが叶わず、いろんなこと起きたけど、いろんな裁判もあったけど、ことごとく負けるじゃないですか。だからもうみんな生き精進して、でもなんか今回のその戦闘車与那国に来るなんていうのは黙って見てられないっていうか、来させないでっていう意思表示をしないといけないと思って、町長に申し入れ書、みんなでね6人ぐらいで持ってきましたけど、1回ぐらい練習しとかないといざ本番の時大変でしょみたいなことをおっしゃったんですよ。いざ本番ってなったら私たちももう命ないですよねって言いたいんですよね。町長も自分としてはこんな狭いところにシェルター作って住民を押し込めようっていう考えはもうとないと、私たちが全員この島から出されたらもう戻ってこれない島になりますよね。多分島丸ごと基地みたいになっちゃうのかなって、もう破壊につながるって思うからね、安心の逆ですね。でも同級生たちは全体でくれた方が安心だっていうふうに思ってらっしゃる人もいらっしゃるんですか。全てです。全てなんです。悲しいことに激論しました。そしたら、いや違う、そういうことにならないように自衛隊がいるんだ、守るんだって言われました。自衛隊が主な理由で島から離れた人ってね、大体どのくらいいらっしゃるんですかね。うん、私が知ってるだけでも4家族ぐらいがいます、うん、戻すことはもうできないんですかね。戻してって叫びたいですけれど、どうすればいいんですかって逆にお聞きしたいです。何期目になるんですか。今回の4期目ですね。ずっと確信で。そうです。過去でそういう2011年と12年にもこういう方を持って星が回ったんですけど、でもそういう一緒にやったのがメンバーが今はまた自民党に行ってたわけです。だから何やってるんだと、自民党大会で6つの項目の大会宣言もします。私も好きな言葉ですけど、私たちは東アジアの平和維持と国土海域の平和的保全等に与那国に果たしてきた役割への正当な評価のもとに、日本国民としての平穏な暮らしを実現しながら国境の島守として生きることを誓うと、あの頃小泉内閣でしたが、ある程度の規制をかましますというのが措置になったんですね。でそれが特別申請というのがありました。台湾との一体的な交流の中で地域の経済を保ち、自立経済を図るというその自立ビジネス方針をまとめましたので、そのためにはこの台湾との交通をきちんと開港していかないといけないわけです。だけど与那国は小さな島ですから、国際港でもなければ国際空港でもないわけです。そうなると自由に往来ができないんですね。5000トン船が3隻接岸できるバスでなければならないとか、年間15万トンの輸入輸出量がなければならないとか、現レベルに合わせたというの規制緩和をしてくれという形での申請を突破したんですね。その2007年の6月24日にケビン・ミアが与那国に佐世保の総海底船を2隻日本に持ってくるわけですね。それから与那国の自衛隊の復興の始まりというのは、防衛協会を作らされるんですよ。
それは闇骨して突っ叩いてですね、ケビン・ミアと友達になる佐藤正久さんなんですね。佐藤正久がしょっちゅうのが入ってくるんですね。自衛で帰るとこういう補助金もとこういう事業もとにあり戻ると いい話ばっかりたくさんです。2009年の8月に中止選挙、あの時に私はもうその時7月に辞表出していたら立候補したわけで、これを弱体者移行させられていたので、こういう方々、大島先生とか吉本さんとか町民大会とかやってきた、その結晶をね、こっちで捨てるわけにはいかないんですよ。自衛で流すわけにはいかないですね。山里さん、全部やったんですね。そうですよ、だから辛いわけですけど、国は南西南道して、地方は地方で自立しなさいと言って、で規制は緩和しますよと言ったにもかかわらず、いや、何も得ないのか、国が認めていたら自衛隊問題の話はなかったと私に確認するんですね。なかった、うん、あ、じゃあ自立ミッションがあの思ったように進んでいたら自衛隊の問題なんて入る隙もなかった。なかったと私は思いますね。入りにくかったと思いますよ。きちんと受注しようとビジョンを作る、常務隊としてビジョンを作るこれスタートしてるのにかかわらずこういう結果になったっていうことですね。だから私に言うと、もう国に翻弄されてるっていうか、なんかですね、こんな詐欺までやってから過ごされてもう15年辛いですよね。田坂さんはやっぱり自立ビジョンは全然諦めてないんですね。もちろんね、もちろん。そのために4期目もやってるわけですよ。じゃあチャンス作らんといけない、どっかで来るかもしれない。2007年ケビン・ミアが来た時に、彼らは島時代が空母であると、ですから台湾海峡で有事があった時にはアメリカの海藻というのは拠点になり得ると、2007年に喋ってるんだから、このことが今は現実になってる。15年ごとに在庁列島線と南シナ海についてては日本で自衛隊に守りなさい、そういう予算文書が明らかになってくると思います。1億超えるみたいになってて、オプションとかって言われてますよね。なるべくその、ね、自衛隊の家族が喜んで住んでもらうようにっていうかな、で署名活動したんですよ。はい、その時やっぱ僕この集落の人にね、うん、結構声かけてね、うん、署名もらったんだけど、うん、その後ね、やっぱいろんなとこから署名した人に対して圧力がかかってね、うんうん、その署名取り消しとかあって、うんうんうん、それがね、ちょっとやっぱ、なんだろうな、心が痛くなったというか、うん、なんか僕が署名頼んだおかげでその人に圧力かかったっていうのがね、心苦しくてね、まあ、僕も諦めてね、いろいろ新聞とかの取材を受けるたびに名前出していいですかって言われて、うん、もういいですよって言って、たびたび新聞に名前が出るから、うん、そういうとこでね、まだあいつこんなこと言ってるんだみたいなことを思われて、うん、そうそう、与那国名物のね、うん、クシティもあるんだけどね。何ですかそれ。あのパクチー普通に切ってね、サラダみたいにして食べるんですよ、うん、普通なんかパクチーって薬味みたいな使い方するけど、うんうん、もうサラダの主食みたいな。あっちまでそう。そうですね、こっちも。すごいな。広いでしょ。あのあれもネットのも。そう、もちろんもちろん。え、これ一人でやってるの。一人でやってるんですよ。これ一人でやるにしてはちょっと本格的な規模ですね。うん。だから仕事と農業しかしてないんですよ。本当に。反対運動なんてやる時間ない。あ、ないですね。僕があの鬱になってた時期があったって言ったじゃないですか。この野菜をね、作ることによってその地域の人とね、新しい接点ができるんですよ。だからこの野菜を持っていくことで、その
日川売店とかいうコミュニティとの関係もできて、そこで人と話したり、あとはね、野菜買ってもらった人と、まあ、こ う, うちの店に来て、この間でブロッコリー買ったけど美味しかったよとか、そういう話したりとかね、それでまたなんかこう野菜を通じて新しい人間関係を作り直している感じがしますね。まあ、住民投票ぐらいまではね、そのなんとか島をね、こういい方向にするんだっていう熱気はねありましたね。まあそこからはまあね、そういう人が集まってね、いろいろ話し合ったり、月どういうイベントしようかとかね、そういう話はよくしてたけど、あれ以来もうなくなりましたね、なんかそういうものがね。約8年ぐらいの間、やっぱり疲れたんでしょうね、そういう長い戦いっていうかね、分断された人が再結集するっていうことの難しさみたいな、そういうのは感じますね。哲さん、何年になりますか？18年ですね。あ、だんだん何年か忘れそうになってきます。もうここから移住する予定もなく、ないですね。不都合なことがあったとしても、それを理由にそこから動くっていうのは自分の性に合わなかったですね。そこに住みながらね、考えたり決着つけたりしなきゃいけない問題もあるから、嫌だから別のとこに行けばいいっていう考えにはなかなかならなかったですね。まあ、それやったら負けかなとか勝手に思ったりもすることがあるんで、自分自身が社会によって変えられないためにね、っていうことですね。南西諸島の島々を戦場にするような、そういうのに対してやっぱりね、その民主主義の担い手である個人っていうのは、主権者っていうのはやっぱり自分の意思をね、表明しないといけないと思うんですよね。だからまあ辛くても怖くても、いろいろ噂されてもやることはやる、そういう感じですかね。もう下火になって、もうみんな諦めムードで、私たち自身も本当にそんな感じで、なんか声上げづらい状況が大きくなってきてね、やっぱりでも声上げないわけにはいかない状況で、なんかみんな頑張って出てきたみたいな。いや本当に残念、なんでこういう状況に、なったのかね。今日はね、歴史的な一つの、なんていうの、くすぐってるThank you.
がひどすぎですよ。先生を持ってくなんてありえないじゃないですか。カメラを向けているのも本当につらい取材だったんですが、与那国町民大会で満場一致でみんなで夢見た自立の計画を今これを口にするだけで四面楚歌になるという、そういう厳しい状況の与那国島なんですが、でもあの島の空気をねじ曲げた者の正体っていうのは一体誰なのか、一番危ないロープにしがみつくしかないように持っていった国の恐ろしさをすごく感じます。で、猪俣さん言ってたんですけど、もしも台湾と今活発に交流をしながら経済特区として歩み出していたらですね、隣の国が軍備をしないと隣の国が攻めてくるかもしれないというような考え方を笑い飛ばすことができただろうと。こんなに人と物が交流して私たちは楽しく生きていけるのに、それをね、なんか軍備をないと怖いよっていう考えの人たちをなんてつまんないことを考えるんだって笑い飛ばす力があったかもしれないという話を聞いて、復帰点は一体どこにあったのかと。で、その人や物が交流するポテンシャルの高い発展できる要素のある与那国島を国は、まあ、ある程度まではですね、国会議員、自民党の議員さんたちもものすごく協力してくれて、東京での大会とかも成功させてきたんですよ。だけど、まあ、急にこの案が冷えてしまって、でやっぱり要塞の島として、国防の島としての生きていてほしいという与那国にその役割を押し付けていった国でも、まあ、与那国は沖縄の縮図だなと思います。沖縄もたくさんポテンシャルがある、観光業だけでどんどん伸びていける、でも軍事要塞の島として、閉じていく島として、攻撃される島という役割を今強いられようとしているんだなというふうに感じます。で、3文書についてですね、私も一言言いたいんですが、昨日一昨日見ていて、一番今まで発表されてきた、小出しにされてきた情報と違うなと思ったのは、国民保護のためとか、自衛隊は国民保護や住民避難はやらないです、有事の時にはやらない、そうじゃない災害の時にはやってくれますよ、でも有事の時はそれは自衛隊の役割ではないというのがはっきりしていましたが、それもやるんだということが今回の3文書の中で急に書き込まれました。で、つまりですね、住民の迅速な避難のために港湾を整備していくと。嘘ですよね。F-15 が使えるために飛行場を作り直すんだし、戦艦が横付けできるために港湾を変えようとしています。で、変える条件としては自衛隊に使わせることだっていう謎の上から目線の言い方をされています。でもこれが住民避難を迅速にさせるためっていうふうに、これからはそういうふうに言われていくんですよ。で、国民保護とか住民避難っていうことのために軍備を強化するという言い方がこの数日で それ一色になりました。これからもっとそうなっていくんですね。で、私は今から言う4つの嘘について、私たちが一つ一つ論破できるようにならないと、これが私たちの戦いだと思っています。一つはですね、南西諸島を守るための軍備増強であるという嘘ですね。南西諸島を守るためじゃないですよね。今日聞いてきても分かると思いますが、アメリカの対中国政策、まあ、アメリカの覇権を守るために、経済的にも、でも中国を軍事的に封じ込めるためには、中国の経済発展を止めるしかないから、だから経済安保法を使って日本の経済が破綻しようと、アメリカと一緒になって中国の経済的な発展を阻害しようとしているセットですよね。だから結局南西諸島を守るための軍備増強ではないよ、これからどんなにそのニュースが流れたとしても南西諸島を守るための軍備増強じゃないよっていうことを肝に銘じてほしい。2つ目は、自衛隊が県民を戦時にも守りますという嘘です。戦時には守れないです。
で戦時になるずっと前に守るということを今回も言ったに過ぎなくて、で実際に戦争になった時にですね、自衛隊の船や飛行機で避難をするということは軍民を分けなければいけないっていうジュネーブ条約、国際人道法の一つであるジュネーブ条約の規定にも反するの でそれは対馬丸とか加新丸とかいろいろ例を出さなくても、民間の足に日本軍の物資、輸送物資船がどんどん撃沈されるからですね、加新丸なんか久米島との足ですけれども、加新丸には私たちの足であるのに、それが安全だということで日本軍が弾薬を載せたんですね。だから撃沈されて国家美人になってしまった。でこれをね、避けるためにその国際人道法でですね、オレンジ色の旗に青い三角の特殊表彰っていうのがあるんですよね。軍事目標にならないための特殊表彰というもので、はっきり見分けをつけないと、それは自衛隊の船に乗ったら私たち県民が逃げるときにも非常に危ないということです。でその算段もなくですね、自衛隊が県民を戦時にも助けるというのは嘘です。で3つ目は、中国が一方的に攻撃をしてくるかのようなニュース、これ全部そんな情報はないですよね。ここにある南西諸島に作られるところからミサイルを発するから中国が攻撃する、あくまでもその順番なんですね。だから中国が一方的に攻撃を仕掛けてくるかもしれないから、それに向けて私たちは力を持たなければいけないというニュースはまず嘘です。それから4つ目ですけど、今同盟国とか同志国っていう言葉がよく出てくるようになりましたが、同盟国はアメリカ、同志国は NATO ですね。同盟国と同志国と一緒に手を組んでいれば安心だという、これも嘘ですね。アメリカと NATO と手を組んでいれば中国に勝てるんだという情報となって今私たちに襲ってきて、でほとんどの国民がそうだったら大丈夫だということですね。で私は沖縄スパイ戦士っていう本をですね、今日も、5冊だけですけど持ってきましたが、でこれにですね、一番後ろの方に旧日本軍がどのようにして住民を戦争に協力させていくか、まず住民を情報で騙さなければいけない、でどのように沖縄でそれが機能したかっていうことを書いていますの でその資料が、旧日本軍の戦争マニュアルが今の自衛隊のマニュアルとどうつながっているかっていうことも一番後ろの方に資料をつけてあります。で結局ですね、危機が迫っているんだ、その中国が攻撃してくるんだっていう嘘、それから勝てるんだ、NATO とアメリカと一緒になれば勝てるんだっていう嘘で、守ってもらえるんだ、自衛隊はいざとなったら自分たちを逃がしてくれるんだという嘘、もう今いっぱいこの嘘が私たちに降り注いでいるので、なので私たちの会では、マガジン Q、 マガジン Q でこれはやってますけれども、メーリングリストにですね、皆さんが登録していただければ、週に2回もですね、メールマガジンでたくさんの情報を入れて、先ほどから司会してくださっている新垣邦夫さんがですね、その数日間にあった今みんなが知るべき情報を全部網羅して解説もつけてお送りしています。で小西誠さんとか今まさに聞くべき内容の発言をしている方のをいち早くですね届けているので、とにかくもう情報戦なので、ぜひまだメールアドレス登録してない方はですね、登録をしてくださいということで、ちょっと5分ぐらい過ぎてしまいましたが申し訳ありません。以上で発表終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。与那国の映像、戦車がですね行動を走る、あの映像を見るとですね、私たちあれ最初長靴観光を予定してましたよ、沖縄中を走ってたかもしれない。明さんによるとそれはぶっつけ本番ではできないから、横演習なんですね。沖縄でそういうことがもう起きてしまうっていうのが目の前に迫っていると思います。三上知恵さん、本当にありがとうございました。時間も迫ってきてるんですけども、最後にですね、ではこういう事態に私たちはどうするんだということをそれぞれの方に一つ聞きますが、時間も迫っているんですが、今日は佐藤学先生がですね、福大の先生がお見えなもんですから、今日の感想で
どうすべきだということをちょっと佐藤さんに一言お願いしたいと思います。大変僭越で申し訳ありません。素晴らしいお話でした。すみたいなのはいいんですけども、ちょっと話が出なかったことをちょっと触れさせてください。一つが、この間この金騒動で那覇軍港であるとか、それからキャンプ金山、あるいは今行われている津堅島の六ヶ山降下、これらは特に大きな問題になりませんでした。これらの基地施設は全て空域は提供されていません。でどういうことか、防衛庁メモという、沖縄が復帰したときに全ての基地、米軍の基地施設は条件付きで、どの地域、あるいは海だったら何メートル先まで、そして空域3000フィートとか6000フィートとか、そこまでの条件を全部つけて、それで許可して提供するということになっています。でそれを米軍が今勝手にやっていいということは、これは復帰の、おそらく数少ない米軍基地に関する復帰の数、本当に数少ない成果を無にすることです。米軍は何やってもいい、どこで何やってもいいってことを選ばれた市長たちが認めている。これ大変な問題なんです。本当に全然そのことは議論にもなりませんでした。このことを皆さんにお伝えしたかったんです。だから与那国の皆さんのこと、実は僕は時間は共同売店の T シャツ着てて、その前は磯場の会 の、 黄緑色の T シャツで17年前に作られたのは、県民大会でピクピクとかさっき来ている方がおられました。その磯場の会がもう10年ぐらい前でしょうか、プラス村で高江の集会で、その中で今会員っていうんですけどね、2人しかいなくならないかっていう衝撃を受けたことがあります。宮古にしろ石垣にしろ、現地で戦っている方たち本当に大変な思いをされている。これらの島々、首長さんも銀さんも多数は自衛隊4人の方たちです。で一つはその、これが守るためだと思っている、三上さんのお話、ビデオの中にもありました。でそういうこともあるでしょうし、でもう一つ、もう一つこれ皆さんにお伝えしたいことは、沖縄の自治体は懐を政府に握られているから、県庁もです。財政を国に握られて財政を自分で決めることができません。でこの体制の下で市長も 県知事もです、国が言ってることに最終的に戦うことができないんです。沖縄振興法っていうのが沖縄にとっては有利ですってことになってて、法律補助で一括で内閣府が予算取ってきてくれますって、これはいいことですって常識になっちゃってるんですけど、これは取らなきゃダメです。これはやめなきゃいけません。今年で最後って言われる 10年目が始まっちゃいました。でこれをやってる限りは戦えるわけないんです。懐に手突っ込まれて片っぽで戦います、片っぽで戦争しませんって言ってダメなんです。ということを皆さんにお伝えしたかったので、もう一つ言わせてください。宮古島から、住民を、5万何千人おられる住民を退避させるのに飛行機、航空機を400人飛ばさなきゃいけない。でこれ県がその避難計画で2016年に算定したそうです。で石垣島も同じだけ飛ばさなきゃいけない。でこれをやってるときに、そう大動員かけて、軍事物資の大動員かけて自衛隊が行く、米軍が行くっていうときに、こんなことできるわけないじゃないですか。シェルターを作るようにということを、その、地元の首長さんたちがおっしゃってる。シェルターを作って水と食料をどんだけ備蓄するんですか。ありえない話なんです。でこういうことを一つ一つ、具体的にこれは無茶だっていうこと、無理であるってことを三上さんがおっしゃってたように、こんなことありえないんだから、だからこんな風に言っちゃダメなんだっていうことを、これから言わないと、この雰囲気を決めることが非常に難しいと思っています。だから最後の一つだって、アメリカが沖縄を守っているとか、あるいはその台湾でアメリカが実際に戦争するかどうか、ウクライナで今アメリカが何やってるかを考えれば、それは非常にありえないことだということは理解した方がいいと思いますよ。だから自衛隊を突っ込ませようとしている、そういうことです。そのことだけ申しました。これらの時間を使っていただきました。佐藤さん、どうもありがとうございました。いろんなこと、大事なこと、財政で自立もしないといけないという、本当に
命を金に変えられないという問題が今来ている人だと思います。もうそろそろ締めなければなりませんが、最後にではどうするかということを、じゃあ新聞どうするんだということをそれぞれに聞きます。明さんお聞きでしょうか。明さん、はい、聞こえております。はい、それではもうこんだけの問題起きてます。連日紙面で頑張っておられますけど、はい、この事態どうやってこの戦争を止めるか、新聞はどうするかということを、はい、一言よろしくお願いします。はい、それでメディアの役割というのはすごい大きいところだと思うんですけれども、まあ、特に私は防衛省で取材をしているので、まあ、沖縄県民みんなが防衛省に直接取材をしたりということができない中で、まあ新聞ということで、こう、まあ、県民の代わりに防衛省に入って、まあ、取材をしているというふうに思っていますので、もうできるだけそのどんな細かいことでも、まあ、細かいって言ってもその全国紙などからすると細かいけど沖縄にとっては重要なことって多いと思うんですね。今日の、石垣の記事もそうなんですけども、そういったこと防衛省が何をしようとしているのか、どんなことを考えているのかっていうことを、まあ、少しでも、 もうその事実を、取って、まあ、沖縄に伝えるっていうことを、まあ、もう地道にやることが私の役割なのかなと思っています。はい、ありがとうございます。東京で、はい、取材しているとこう、まあ、その全国、まあ、他のこうメディアとのこう視点の違いとか、まあ、戸惑ったりする部分もありますし、こう、まあ、防衛省自衛隊の関係者と話してても、まあ、感覚が全く違う部分もあってこう戸惑うこともあるんですけども、そういった感覚でやろうとしてるんだっていうこと自体を、まあ、県民に知ってもらうということも大事だと思うので、できるだけいろんな話が聞けるように引き続き取材していきたいなと思っています。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。いよいよ防衛省の秘密をですね、どんどん暴いて私たちに教えてください。ありがとうございました。続きまして三上さん、もう三上さんはですね、本土に行ってあなたの服に火がついてるのよ、沖縄の問題じゃないのよとずっと言い続けてきて頑張ってきておられますが、最後やはり三上さんに、じゃあどうするんだってことを三上さんに示します。はい、ですね、今回の閣議決定で決まった大きなことっていうのは、その台湾有事をきっかけにしたアメリカと中国の戦争で日本が先制攻撃をする、アメリカが撃つ前に日本が先制攻撃をできるようにするという、アメリカが2010年から考えてきたプランがついに成就されたのがこの16日の合意なんですね。もうずっとこのこと私は言ってきていて、2015年からですね、宮古石垣の基地建設の話が出て、で与那国が進んでいくときから、あ、そういうことなんだ、アメリカは日本に戦わせようとしているんだって、集団的自衛権ということで日本から先に撃って、でだから攻撃を受けるのが日本という形にするんだよって、それがエアシーバトルであり、そのオフショアコントロールであり、この間ずっと変わってきたんですけど、でそれでずっと警告を発してきたんですが、でも宮古島が苦しんでる時も石垣島が苦しんでる時も与那国がどんどん言えなくなっていく時も、私は一生懸命フリーになって報道はしてきたんですが、大体沖縄本島の関心も非常に薄かった、なかなかでした。でそうこうしている間にもう私たちの問題になってしまって、閣議決定を求められなくなってしまった。でも敗北感でいっぱいです。悔しくてしょうがないし、自分の力のなさを呪うばかりですが、でも狂気がついたとしたら、まだそれが今一番新しく取り組める一番早いタイミングなんですね。でこれからウルマが大変になります。活連が
本当 の、 そのヘッドクォーターになっていくためにいろんなものが運び込まれてきますし、であの産経新聞によると 100% なければいけない弾薬のまだ 1% しか南西諸島に来てない、あと 99% が運び込まれます。そのためにあらゆるものが整備されていく、これは住民を避難させるための整備だとかいう言葉に絶対に騙されないでほしいです。でこういうことをあの私たち一生懸命伝えていきますので、皆さんも本当にたくさん大事なことあると思いますけど、ぜひ耳を傾けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。あの海部先生、みんなのお話を聞いた上でということと、あの私一つお伺いしたいことが、はい、あの住民避難はもう不可能だということも出てます、はい、先生原発の訴訟等にも関わるということで、あの東海第二原発の訴訟でですね、はい、水戸地裁判決は住民避難はあのはできない、でその体制もないということで、はい、原子炉の稼働を止めましたよ ね、 そ う、 ですね。そうするとこの離島にあるミサイル基地、これ小さな島から逃げようがない、何かあったらみんな死んでしまう、全くあの構図が一緒だと思うんですよ。いや僕もそう思いました。この辺、はい、このことも含めて、はい、お願いします。あの僕は長く原発の関係のことをやってきた弁護士なので、あのさっきの与那国のですね、あれ見てもですね、あの6カ所ぐらいにそっくりだなっていう、みんなその核燃の基地にされることに大反対するわけですよね。だけどそこに ものすごい物量で すごい施設が作られ、その職員たちが住むようになり、そこ の、 あの村の政治もその人たちによって牛耳られていく、で反対していた人たちは本当に隅っこに追いやられて、まあ、それでも頑張ってる人たちがいるんですけどね、なんかそういう構図に すごく似ているなっていうふうに思いました。あのあとそのまさにですね、この避難ができないっていう、まあ、その一点で東海第二原発の判決は我々勝ったんですね。そのもちろん原発っていうのは非常に危険なもので事故が起きうるんだということをあの裁判所は認めてくれてる、でその時にちゃんとした避難計画が あるっていうことが認めるための条件なんだと。しかし水戸っていうあの東海第二原発は30キロ圏内に100万人ぐらいの人が住んでるわけですよ。でそんなものはね、避難の計画なんかできない。で地元 の、 その保守系の首長なんかも多いと思うんだけれども、避難計画ができませんっつって頑張ってるんですよ。でそういう状況の中で原発の稼働は止めるべきだっていう判決が出たんです。だからあのやっぱりそのシェルターを作るとか、その避難する、そしてそのために港を整備してとか、ね、そういうモードになったらもうおしまいだと思うんですよ。できないものはできないんですよ。戦争が始まってしまったらみんな死ぬんだと、そういうことを避けるためには戦争を起こさせてはいけないんだっていうことが一番ポイントなんだなと思います。で、まあ、今日僕はあの皆さんに講演するために来たんだけれども、実はあの荒木さんの意味はよく分かってて、僕に勉強しろという意味でね呼んでくれたんだなっていうのがで、そして、沖縄基地が今どういう状態になっているのか、そのことを東京のですね我々の仲間に、まあ、正直に言って東京でこの核兵器に反対している人たちもいますけれども、やっぱり避難のレベルが違うと思うんです。あのまあ もちろん僕らの周りで一生懸命やってる人たちはもう沖縄の人たちのことを非常に大切に思ってやってる人たちが多いですけれども、でもやっぱりあのこのまま放置しておいたらですね、日本全土がもう本当に火だるまになるんだと、でそしてあの三上さんが言われたように、今回のこの防衛三文書っていうのは日本が先制攻撃して中国から攻められて日中戦争が起きる、でアメリカは後ろに退いてですね、なんか助けてるようなふりしてウクライナでウクライナ軍の背後にいて、まあ、いろいろ武器は提供するけれどもって、ああいう形のことをねやろうとしてるんだなっていうことが、まあ、本当に今日あのここに来て、ああいう映像を見せてもらってよく分かりました。ということは僕の任務は東京に戻って、こういう事態になってるっていうことを、まずは我々の仲間に、そして、多くの市民に伝えていくことなんだなということで、
頑張らなくちゃというふうに思いましたということで、本当に今日はいい勉強させていただきました。ありがとうございます。先生、本当に東京から来ていただいて、本当にこの防衛三文書とかですね、今の仕組みが本当によくわかりました。ありがとうございました。もう締めますけれども、実はうるま市民の方も今日来ておられて、市民の会も来ておられて、お話していただきたいんですけども、時間がなくてですね、それでうるま市出身である我々の共同代表の山城博司が最後にですね、挨拶の提起をなさいます。先ほど海道さんが、私が呼んだ勉強と言いましたけど、山城博司さんが海道さんを呼びました。会場いっぱいご参加賜りました。本当にありがとうございました。今日は雪が降ってるんじゃないかと思うぐらい寒い日でしたけど、このようにお集まりで本当に、心から感謝申し上げます。近くなって感覚と申し上げますが、海人先生は、もう今日本の私たち大衆運動の一番弁護士で、なかなか事件が取れなくて、何ヶ月も前から調整しなどと来れません。しかも今日明日の月曜日すぐ仕事があるので、昨日入ってもう今日これから帰るという、そういう日程の中にお越しいただきました。心から感謝したいと思います。ありがとうございました。それから明さん、本当に連日の、明特報、みんなもう目を天にしながら、記事を見ています。突き抜けた報道だと思っています。心から感謝を申し上げ、引き続きの、力強いご報告をお願いします。今日はありがとうございました。三上さんも今連日全国を回っていて、公演やら映画の練習やらでお忙しい中、今日は那覇に戻ってこの報告に、間に合わせたところでした。ありがとうございます。私から少し閉会の挨拶するようなものでもなかったと思うんですけど、2つ報告を申し上げたくてマイクを取らせてもらっています。一つは、この三文書という、言ってみればもうほとんど戦時立法のようなものです。これ新聞見て皆さんそう思ってるんでしょう。これ戦争法です。もう明日にも明後日にも来るという報道です。そこで私今日夕方、県内の各団体に、大変先月ではありますが発信をいたします。水曜日の夕方6時、ここに集まってくれ、各団体各個人、沖縄のこれから売れる多くの皆さんにお集まりいただいて、この事態をどう認識し、これからどう対処すればいいかという話をしたいと思って、私どもノーモア沖縄戦の方から発信をさせていただくことにしました。日の先月でありますが、私たちはこの1年沖縄を戦場にしない、戦場にはさせないということで行動してまいりました。私たちが今発信しなければ、おそらく誰もそうしないだろうという思いもあって、各団体各位に報告、発信をさせてもらったところです。どうぞ、今日お集まり皆さんでも関心のある方は、水曜日の6時この場所です、お越しください。誰でも、沖縄戦場させないという人には誰でも、ご参加させて、していただければと思っております。どうぞ来週の、今週の水曜日午後6時からです。ぜひお願いいたします。なお、関係団体といってもなかなか思いつかないので、発信をされてない、俺たちが呼ばれてないのか、私たちが呼ばれてないのかということではありませんので、この情報が入ったら我々もというのでありましたら、ぜひ駆けつけていただければと思います。あと1点は、県政に、公開質問状を出してあります。非常に誤解がない、我々自身もすごく迷うんですけど、デニーさんを批判するのかという声が一番怖いです。でもそうではなくてですね、デニー県政が自衛隊の、容認を、私たちの回答文書にさせています。港や空港の利用について支障がなければいいのではないかという回答をされています。これはさっき与那国の報告、隠し島の報告があったように、これ利用じゃないですよね。もう支障がなければじゃないです。戦争が始まるんですから、支障そのものです。ですからこのことについてですね、
これデビーさんの本意なのか、もしかしたら自分方が書いた作文を私たちに回答してるんじゃないかという思いもしたりしてですね、今公開質問状を出しております。もし、その案内が来ましたらですね、これはもう沖縄が戦場になろうとしていることを県政がどこかでコミットする、支えてしまう形になるので、ここは全員でですね、県政の発表を待ちたいと、見たいと、聞きたいと、いうふうに思うわけです。私どもにいついつということで回答が来るでしょうから、またそれをあらかじめ、ネットなり私たちのホームページ通じて発信をさせてもらいます。どうぞその際も、可能でありましたら県庁の方に、県庁1階広場の方にお集まりください。全員で県政が戦争に流れるようなことがないように私たちも注意深く見守りたいというふうに思います。ぜひ、その日程が来ましたらですね、ご報告申し上げますのでご参加賜ればと思います。じゃあ以上に点申し上げて私から報告をさせていただきますが、改めて、この間多数お集まりいただきました皆さんに心から感謝を申し上げまして、回答させていただきます。ありがとうございました。4時を過ぎてしまいましたが、本当に中身のあった会だったと思います。本当に本日はどうもありがとうございました。